こんにちは、クッキーカップルです。です。こんにちは、クッキーカップルです。今日はですね、おにぎりを、はい、おにぎりを、はい、いっぱい準備しました。ありがとうございます。ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、定番のものと新商品合わせて買ってきてみました。ありがとうございます。めっちゃ楽しみにしてます。韓国では日本コンビニで有名です。韓国人ならではの感想を教えてください。いっぱい食べてください。ありがとうございます。高菜炒めです。牛飯でございます。チキン南蛮です。ベーコン、エッグ、梅、シーチキンマヨネーズ、サムギョプサルです。鮭、唐揚げマヨネーズ、博多、からし明太子、エビ、マヨネーズ。最初は、高菜炒めです。이게뭐냐면、일본라멘을먹을때、이야채하고같이먹어요。우리가라멘먹을때、김치먹는그런느낌있잖아요。ぎっしりです。ありがとうございます。匂いがちょっと違うんだ。うっそ。생선비린내가나는데요？いただきます。とりあえず。おいしい。マイル。この野菜匂いじゃないの。魚の、なんか。だし？かもしれません。ああ。マジで？では、ちょっと変わり種いきましょう。新発売。牛飯でございます。プルコギみたいな感じで。早く食べたいごま。こんな感じで。早く食べたい。はい、ああ、プルコギの店。ありがとうございます。와한국어에순나요리가어느정도가려왔는데장조림이야장조림아근데미쳤고저기있어그래장조림샌드위치아샌드위치래次는치킨남반입니다야치킨남반미쳤고저기있어ありがとうございます타르타르소스님이네순살치킨을이타르타르소스와같이먹는그런거예요이ただきます もちろんこれ美味しいんで、私が嫌いソースがちょっとあります。と、생강匂いだ。銀のレビューもお願いします。우리가흔히알고있는그일본김、짜지않고、부드럽지않고、좀딱딱한。セブンイレブン最後の一つ。こちら、ベーコンエッグ。わー、マジで。こんな感じ。よー、早く食べたい。見た目だけど2点。マジですね、魚匂いがなし。黄身구나。お、그러네。それが味付け海苔。엄청강한맛이、짠맛도아니고、약간달달하면서、いただきます。これ好きだ。めちゃくちゃ好きだ、これ。ブラックペッパーめちゃくちゃ強いや。フチがありますね。油食いじゃない。セブンイレブンのベスト。セブンイレブンは、やっぱり、ベーコンエッグ三角形。ベーコン味にそんなに強いじゃない。ベーコンエッグ、さらなよ。スープとかないやない。次はファミリーマートなんですけど、はい、梅。梅、イエス。梅干しってあるの韓国に。ありますよ。굉장히私が嫌いもの、めちゃくちゃ嫌いです。さあ。これ、もうこれ、もうや。きれいですね。きれいが問題じゃないや。헐뭐야생크림하고포그레이프잼와어아니진짜자두맛이막과일맛이강해서무슨젤리하고껌같아껌이집은베스트파트나네요일본では웃어시치킨마요네즈데예스치킨마요네즈아가타다케마치마시다하얗고타비타단맨예스단맨예스컴투미こんな感じ요단맨예스매치코치오이시소땡큐아역시한국에서도미쳤을까지타비마시다가순한분위기를시작하라난이가찍을까이게맛맛은똑같아요맛은똑같은데소스가훨씬많다아잘못네한국에서제가스키나참치마요대시타고모토모토스키났다소리때뭔가컴페어가되었어한가위로좀오이네콤부타베테미마쇼미역네요미역이아닌데간장게장국물냄새가좀나는데요하얗게타베怖いにかよそんなことで食べることがないにかよ外国人だからいってこすどうでしょうか好きな方嫌いな方嫌いな方너무소스가少ないや고안が너무多いやファミリーマート最後がなんとなななんとサムギョプサルですイエーイ待ってすごいのこれ銀が韓国海苔風ですいやーすごい世界で一番好きなサムギョプサルわ中がね韓国みたいでいやーここ明洞じゃないですか久しぶりだあなた理由は本当경복궁이네잘먹겠습니다제육볶음제육볶음아지를한가위로너무辛くない기대가ありましたじゃない소리가なんかガクニーちょっと甘い。うち、甘いじゃん。唐辛子がピリッとはするんだけど、食べやすいね。子供も食べられるみたい。ファミリーマート食べましたけど、一番美味しかったのは何ですか？シチキンマヨネーズ。休み時間ないんかよ。続きまして、ローソンです。イェイ！ふっふっ！最初に、鮭。鮭、イェーイ！飲みます、鮭じゃないか？お、뭐야？お、뭐야？わぁ、뭐야？めっちゃこちょ食べたくない。あー、참치캔같구나、いきます。嫌い？嫌いじゃないんで、美味しくないです。嘘本当。私これ大好きなのに。너무なんか簡単な味인데참치、캔、기름뺀거、거기다가밥만해서。さあ、どんどん行きましょう。唐揚げマヨネーズです。イェーイもう来ましたあなた、もう来ましたね早く会いたいです早く食べたいですよーめっちゃこっち美味しそう、ごま。いただきます。めっちゃ美味しい。一番美味しい、これは。아니그냥밥도맛있어로손칼하게마요네즈축하드립니다오지상ありがとうございます아이타이です続いてはカツオこんな感じに嬉しい韓国語ではカツオ節はお好み焼きたこ焼き上だけ
お、たこ焼き味。これめっちゃ神奇。いただきます。わあ、わあ、純粋ました。本質かけました。彼は冗談じゃないと。今までみんなはマヨネーズとかと一緒にやつちょっと私に詐欺しましたけど、彼も彼だけでめっちゃ美味しいバトルね。うん、どうも正直や彼は。どうもジェントルメンや。ローソンから次のエントリーこちら。でで博多からし明太子。日本は実は名蘭調査많이먹네。さあさあこのような形で食べてみましょう。どうやって入ってんじゃんや。え？ハーモニカや。大きいよ。あ、超辛い。おう、すごい。お腹いっぱいにすごい辛いや。美味しい。これね、ポワンと幸いいいや。どうも그냥明太子。明太子とマヨネーズとかならば、もっといいんじゃないかな、そんな考えもありますね。うん、さあ、最後になりました。嬉しい。こちら、デデン、エビマヨネーズ。めっちゃ美味しそうだ。うん。안녕、セオヤ。어디에서왔어요？바다。お、ほんと、セオが바다と話した。いただきます。今までの何々マヨシリーズと違うだ。マヨネーズのローソンが一番美味しいんだって。いやー、これね、マヨネーズが安いマヨネーズじゃないよ。高いマヨネーズ、なんかローマから来ますマヨネーズ。さあ、ローソンの中で何が一番美味しかった？カツオとエビマヨがめちゃくちゃ喧嘩んで。カツオ。カツオ。イエーイ、終わりました。セブンイレブン1位に選んだのがベーコンエッグでした。ファミリーマートシーチキンマヨネーズ。あ、ローソンが、はい、まさかのカツオ、はい、第1位を発表してもらいましょう。2週間考えました。ドクドクとかね。第1位はおめでとうございます、カツオさん。わあ、うっそ、うん、おめでとうございます。なんでなんで、カツオは期待がないでした。これ逆にびっくりしぐらい美味しい、美味しい味。いいギャップがあった、うん、ということですね。기존의그식감을살리면서도간장소스와곁들인그맛이너무맛있었습니다。おめでとうございます。おめでとうございます。すごく意外な結果でした。マヨネーズとか外国人が好きそうなものを選ぶのかなと思ったら、まさかの日本テイスト、すごく嬉しいです。やってほしいもの、紹介してほしいものがある方はコメントでください。お腹いっぱいものはダメです。ガムとかガムとかチェリーまだ食べますか？もう今から。